ピアノの音の良さっていうのは長い減衰音、それから多くの倍音が含まれた豊かな響き、これがピアノのサウンドの特徴だと思います。楽器メーカーはですね、このアコースティックピアノの音を再現しようとシミュレーションしたりサンプリングしたりしてですね、それぞれの研究をしてきました。今の電子ピアノは音という意味ではもうほとんどアコースティックピアノとの違いがわからないぐらいのレベルになってきたと思います。で、メーカーが取り組んだことはですね、アコースティックピアノに独特のアクションっていう機構ですね、これは鍵盤を押さえてハンマーが弦に伝わる、この機構をですね、独特のものがあります。これをいかに電子ピアノで再現するかということに取り組んできました。素材が軽量になったり部材が良くなってきてですね、電子ピアノでもアクションの機構を備えたものが増えてまいりました。感触的にもですね、レッドオフっていう感触が得られる電子ピアノが今増えています。さらに最近はですね、電子ピアノにアコースティックピアノならでも響板を備えたり、音響効果をですね、アコースティックピアノのように幅広くこう豊かな再現性があるような電子ピアノも出てまいりました。いずれにしましてもですね、電子ピアノを選ぶときに重要なことはアコースティックピアノとの違いを探したり、どこが似てるかっていうことをに注目するよりかはですね、電子ピアノっていうのはこう長く座って弾ける、昼夜を問わずですね、まあ夜間ならヘッドフォンをつけてでも一晩中練習しても大丈夫だ、音楽に向かうっていうのは楽しければですね、その時間を長く費やせる、そういう楽器が私は最も重要なことだと思います。電子ピアノにはですね、それ以外にも例えばアコースティックピアノの音に、が飽きてきたらエレクトリックピアノの音でちょっと弾いてみたり、あるいは自分で弾いたものを録音したり、あるいはこう画面付きの電子ピアノなんかではですね、いろんな教育アプリが立ち上がったりして練習、子供だけではなく大人の練習にも役立つ、そういった機能がついています。電子ピアノならではのですね、そういった機能も確かめながら楽しむ、本当に電子楽器という区分ではなくですね、電子ピアノならではの楽しみ方、こういったことをうまく使ってですね、楽しく長く楽器に触れていくこと、これが一番重要なことだなというふうに私は思います。